こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は、パープルアプリファンフェスタ in 東京開催記念、天才の入部届け付きガチャ、いきましょう。ということでですね、昨日、ファンフェスタ終わりました。お疲れ様でした、皆さん。なんかその辺の動画も出せればいいなと思いつつ、全く手が回っていません。ですので、今日は、この天才の入部届け付きガチャを行って、で、まあ、明日以降のどこかでね、まあ、僕がただ、喋る、まあ、雑談をする、その振り返り動画にするのか、一応動画は撮ってきたので、まあ、実写込みで、こう動画を出すかは、ちょっとバランス見ながら、まあ、ちょっとどれくらいの速度で出せるかで、ちょっとやりたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、まずはガチャ行きましょう。で、これが、初回、パワーストーン30個で回せて、SR のイベキャラ1枚、天才の入部届け、ゲドウくん5、マネキ5、そして2回目、ゲドウくん5、天才入部届1、マネキ5、SR1 枚確定、40個で回せて、最後が入部届2枚と PSR と、いうことで、まあフリードキャラですよね、やはり。ここが出てくれるといいな、という気持ちで回していきましょう。まあダメでも天才っていうところですね。で、まあいいか。まあいいか。パーフェスの話は後にしますか。もう本当にまずはガチャを回しましょう。ちょっと頭回ってないです、ぼーっとしてて。はい、こんな感じですね。PR でいいからフリートのキャラ欲しいな。やっぱり解放をちょっとでも進めたいんですよね。いくら天才の入部届け付きガチャといえど。いや、小高すげえ出るな、僕。はい。ということで、2回目行きましょう。この SR が確定ですね。まあ、ピンクが出るのはほんと精神遠征上もとてもいいですからね。ゲイ、燃えた。ちょっと2枚以上。でも確率アップしないからないか、多分。おー、鈴本。鈴本、一応解放できるのかな ?46 とかだった気がします。後でチャレンジだけしてみましょうか。はい。ということで、今のところ、沖野の R ぐらいですね。沖野の R ぐらいですね。なので、ここの、これ何分の何なんだ?ここの96分の4。まあ、本当にだから SR 引くぐらいの確率を通せると、夢があるかもしれません。行きましょう。この欲がない時に縦橋とか欲しいな。ないか。さすがにないか。暗転とかしないかな。おお、うわー、有能なんだけどな。はい。どちらも有能ですね。ただ、同影に関しては残念ながら50なので、残念でしたという結果にはなりましたね。ただ、これは大当たりと言っていいでしょう。まあ、このガチャで、PSR の同意が抜けるんであれば、まあ僕は普通に抜くと思います。うわぁ、ただ、まあもうちょっとだけ後ろにずれてくれてると、よかったっすね、という話と、あとは、30個で回せて SR 確定のガチャも来てません。これ多分、ずーっと30個で回せたかな。そうですね、ずーっと30個ガチャみたいです。で他に関しては、まあゲドウとかも来てるんですけど、さすがにね、30個で十分なので、30個で回したやつだけで十分なので、止まっておきますという話と、あと鈴本の解放ですね。やっていきましょう。まあ、ちょっと雑談をしながらって感じにはなると思います。で、パーフェス、本当に皆さん、ご参加された方、YouTube で見られた方、お疲れ様でした。いやー、もう本当に熱い戦いでしたね。僕も、もう本当当日予選必死にやって、本当になんかこう、まあ、今回解説で出させていただいたので、その時にね、こう、なんでしょう。解説出てるやつがしょぼいとかってどんな感じだみたいな、こう言われるかなって思っていたので、ちょっと、ある程度は、その当日予選でね、頑張りたいなと思っていて、まあ、ここ何日か、まあ、何日か本当に練習すごい頑張ってました。で、まあ、その結果ね、一応ですけど、その予選15位に入れたので、まあ、一応、まあ、最低限はできたのかななんて思ってます。で、これは、鈴本は全部投げます。解放しそうだな。おー、2段階いく?あは、2段行きましたね、これで。神解放来ましたね。鈴本。はい、鈴本はな。はい、ということで、神解放で鈴本に技術ボーナスがつきました。技術ボーナス6ついて、コントロールの枠の試合経験点持ちなので、これ結構強いんですよね。ただ、まあ、やっぱり過去のキャラっていうのと、その、このコツの量、そして、精密機械が確定じゃないのかなっていうところと、
あとは、イベント数がね、多分6とかだったと思うので、まあ、さすがに使いにくいなという感じです。ただ、鈴本の50が完成したので、まあ、鈴本の別バージョンがね、まあ、人気キャラクターでもあると思うので、まあ、来た時には、こう、混ぜていける形にはなったのかなというふうに思います。で、他、小高とか出てたな。小高って SR じゃないかな。プラゴ。まあ、バレンタインの小高が来た時用に取っとけばいいのかな。まあ、今、なんか誰か混ぜる必要ないと思うので、おぉ、すごいな。たこ焼きがいっぱいできるやつですね。はい。というのと、あとは出たキャラに関しては、まあ、同栄か。ちょっと SR だけ確認しますか。そうですね。あって、ひじりちゃん、同栄、小高っていう感じでしたね。で、今のところは、あと、まあ、やれそうなのが、まあ、ここで皆さん見て面白い解放っていうのは、カザナギぐらいしかいないので、ちょっとカザナギやりましょうか。カザナギ、引いてたよね、僕、どっかで。はい。で、まあ、解放とかの話もあるんで、解放じゃねえや、覚醒の話もあるんで、ちょっとカザナギは普通に解放します。SR もいますね。まずは SR 育てましょうか。こうか。R はいらんか。おぉ、いるいる、結構いる。まあ、こんな解放しながらちょっと雑談しながらね。で、お疲れ様でしたっていう話と、あとは、まあ、どうでしたかね。なんかこう、自分の中で持ってる知識とか、プレイヤーの方がこんなことを思ってるんじゃないかなとか、思ったことは、こう、できる限りは喋りましたっていう話と、まあ、それが、また外れだったかもしれないので、なんかその辺の、こうね、次回以降もしやれば、こう、まあ、反省と言いますか、こう、参考にさせていただけたらな、なんて思っているので、こう、皆さんのね、感想をいただけたら嬉しいかな、なんて思ってます。あとは、ちょっと、風なぎの解放が、しぶしぶだな。33入れて0か。5入れちゃいます。あとは、ま、本当に楽しく、おー、なるほど。これさすがに解放するやつだな。ここが。行きましょう。もう PR 同士食べてもいいかもしれない。50目指せんのかな。いや、オッケーオッケーオッケー。はいっすね。素晴らしい。いい解放。で、PR を1枚ずつぶん投げます。20か。20か。そろそろ解放してほしいな。プラゴが2枚入ったとはいえ。これ外したら、PSR 行きてえな。あー、3枚目。まあ、行くでしょ、1ぐらい。5枚目。ちょっとこの辺で行かないとマジで帳尻やばいよ。はい。で、6枚目ですね。これ外すと、混ぜとけよかったパターンですね。はい。混ぜとかよかったパターンです。まあ、ここはもう単発で30通していきます。はい。PSR に入れましょう。さすがに、2段解放、いくやろ。のわーから。はい。ここ行きましょう。ちょっとなんか、大丈夫か、これ。ちょっと不安になってきた、だいぶ。マジか。あ、オッケーオッケー、行きましたね。っていう話と、保管庫ですか、SR。の、風投げをゲットして、うん、これはまあ、普通にもう、行きましょう、単発で。うん、まあまあ、1解放すれば、3枚で1枚解放すれば全然十分です。よしよし、いいよ。2解放。ちょっとずつ運が回ってきましたね。
なあ、まあ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 。そう、1解放してほしいな。2段階解放、お願いします。あ、風投げの PR まだいるわ。うわー、なるほど。だいぶ渋いっすね。なんか悪いことしたかな、僕。だいぶ渋いな。でですね、一応 SR の刀木2枚いるので、これ混ぜて45以上にはできます。ただ、まあ今んとこ刀木が僕使いたいっていうことではないので、まあ解放はこの辺にしておこうかなというところです。で、結構こう、いろんなね、ばあちゃんの話も、まあかいつまんでしか話せてないので、まあ雑談会をするか、まあその動画撮ってきた分もあるんで、それと、こう、込み込みで話せれば、そんな動画も出せたらいいかなというふうに思います。ぜひぜひ皆さんのパーちゃんの感想と、まあその参加された方はね、当日の雰囲気なんかもコメントいただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。